UEFA ヨーロッパリーグ2009から10は UEFA カップから大会名を改めて第1回目の UEFA ヨーロッパリーグである。スペインのアトレティコマドリードが初優勝を果たした。アトレティコマドリードは UEFA スーパーカップ2010への出場権を得た。ディナモザグレーブは 10月1日のティミショアラ戦において、サポーターが暴動を起こしたことにより11月5日のアヤックス戦と12月17日のティミショアラ戦の、ホーム2試合を無観客試合で行うことと勝ち点3を減点された。その後、7万5000ユーロの罰金と3年間の欧州カップ戦出場停止を条件に、勝ち点3が返された。 1> 第1戦が2010年2月16日と18日、第2戦が2月23日と25日に実施。ラウンド16進出決定のクラブを太字で表示する。チーム1に記載されたクラブが第1戦のホームゲームになる。第1戦が2010年3月11日、第2戦が3月18日に実施。準々決勝進出決定のクラブを太字で表示する。 チーム1に記載されたクラブが第1戦のホームゲームになる。第1戦が4月1日、第2戦は4月8日に実施。準決勝進出決定のクラブを太字で表示する。チーム1に記載されたクラブが第1戦のホームゲームになる。第1戦は4月22日、第2戦は4月29日に実施。決勝進出決定のクラブを太字で表示する。 チーム1に記載されたクラブが第一戦のホームゲームになる。チーム 1V、チーム2ディナモ・ザグレブに減点処分。ありがとうございます。